少し変わった。任せてください。ビビは崖の下に落ちてしまいました。どうしよう。わけもわからないまま知らない森で一人ぼっち。急に怖くなってビビは胸が苦しくなります。二人は平気かな。抜け出せることを祈ってビビは獣道を進むことにしました。出てきた。もしかしてあなたたちが。
驚くには早い。こいつを喰らえ。いや、すばしこいやつ、これならどうだ。こいつは火がつくとドーンだ。嘘、やばっ。なら上からだ。いや、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 これは弾き返して。
Yeah!
大丈夫？あれを壊して。ビビ、大丈夫？盾があるとは言っても消耗はするはずよ。わからんが、盾が消えたみたいだぞ。
ありがとう。私は平気だから。彼女。だけなのにこんなに辛いの。
エリカ、装置が壊されて、まあ、幸か不幸か、そこで囚われていた娘モナカは一緒に囚われ、他の子たちはこんなんでもまだ生きていけるのか。取り付く先を探しているんだわ。離れて。ビビちゃん、動きを止めてあげて。